ホセアルベルトムヒカ・コルダーノは、ウルグアイの政治家。2009年11月の大統領選挙に当選し、2010年3月1日より2015年2月末まで、ウルグアイの第40代大統領を務めた。バスク系ウルグアイ人。愛称は、エル・ペペ報酬の大部分を財団に寄付し、月1000ドル強で生活している。世界一貧しい大統領と呼ばれた。 ムヒカの祖先はヨーロッパにあるバスク地方のビスカやムヒカ出身であり、1942年にウルグアイに渡った。ムヒカは1935年にウルグアイの首都モンテビデオの貧困家庭に生まれた。モンテビデオ大学卒業後は家畜の世話や花売りなどで家計を助けながらも、1960年代に入って極左武装組織ツパマロスに加入。 ゲリラ活動に従事する。スパマロスと治安組織の構想の激化、労働組合や職人組合の政治経済への反発といった時代の元数々の襲撃、誘拐に携わる中で、ムヒカは6発の銃弾を受け、4度の逮捕を経験する。1972年に逮捕された際には、軍事政権が終わるまで13年近く、収監されており、 軍事政権側の人質として扱われていた。他の人質としては、後に上院議員となるエレウテリオ、フェルナンデス・ウィードブロや、ツッパマロスの創設者、ラウル・センディックなどがいる。ムヒカは出所後、ゲリラ仲間とサハ政治団体を結成し1995年の会員議員選挙で初当選を果たす。2005年にウルグアイ東方共和国初のサハ政権となる。 拡大戦線の束れ、バスケス大統領のもとで、農牧水産省として初入閣。そして2009年11月の大統領選挙戦で、元大統領である、国民党のルイス・アルベルト・ラカジェ公認候補を、決戦投票で破り勝利した。2010年3月1日より2015年2月末まで、ウルグアイの第40代大統領を務めた。 大統領退任後の2016年4月5日から4月12日にかけて日本を訪問し、4月7日には東京外国語大学で講演を行った。2020年10月20日、恒例などを理由に政界からの引退を表明。政界引退後は首都モンテビデオ郊外の農園にある自宅で暮らしている。2021年には喉に 魚の骨が刺さったことで病院に入院、手術する出来事があった。週刊新潮2016年4月28日号では、現地の男性によると、派手なパフォーマンスが好きなだけであると指摘されている。実際に、無皮化性喧嘩の2014年には、強盗の発生率が前年比で11%も増加した。背景について、40代の日本人男性によると、 大統領時代のムヒカが大麻合法化に踏み切ったことです。マフィアの資金源を断つことが目的とはいえ、明らかに街の雰囲気が変わりました。友人のウルグアイ人と道端で話している時に、ちょっと火を貸してくれと言われて、マッチを差し出すといきなり大麻を吸い始めるんですからと、大麻合法化のために以前より大麻喫煙者が蔓延したことが指摘されている。また、 失業率や貧困率の減少を彼の功績とする声がある一方で彼を熱狂的に支持しているのは貧困層なんです。低所得者向けに一個立てを無償で支給する政策を実施しましたが野党は支援者向けのばらまきだと批判しています。国営石油会社も経営破綻寸前に追い込まれ9億ドルもの公的資金の投入が議論されているのですと不の面もある。ありがとうございます。